はい、どうも岩本明です。今回の動画はですね、まあちょっとね、また雑談チックにね、お話をしていきたいと思っています。はい、で、まずはですね、ちょっとね、こちらですね、こちら、はい、グリップね、買いました。はい、で、まあやっぱりちょっとね、やっぱこれまでしっかりね、グリップのついたカメラばっかりね、使ってきましたので、まあ、このね、この ZFC、やっぱね、グリップないと、すごくね、不安なんですよね。まあ、ちょっと落ち着かないと言いますか、はい。まあ、そういったところで、本当は、サードパーティー製がね、出るのを待とうと思っていたんですけど、このね、下がアルカスイス互換になってたりだとか、まあ、する、ものが、まあ、すぐね、出てくるんじゃないかなというふうに思ってたんですが、まだね、なかなか出てくる様子がないので、まあ、ちょっともう、待てないなということで、探し求めて、はい、ゲットしてきました。で、今ね、この、はい、こちらの、ZFC 用の、まあ、エクステンショングリップということで、多分ね、ほぼほぼ、もう在庫がね、ない状態かと思います。多分ね、どこの販売店だとか量販店ね、行っても、まあ、在庫はないんじゃないかなというところで、まあ、私がね、唯一情報を仕入れてですね、あるって言ったところで、これね、買いに行ってきました。はい。まあ、なので、もうそれで売り切れという状況だったので、はい、まあ、なかなかやっぱ皆さんね、手にできないんじゃないかなというふうに思います。はい、まあ、どうもこれもね、かなりね、納期がかかるみたいで、ただね、これ見てるとこれね、日本製なんですよ。メイドインジャパンって、はい、なってますよね。まあ、なので生産に、国内でね、生産さえできればそんなにね、時間かからないんじゃないかなというふうには思うんですけど、まあでも今聞いてる限りでは9月末とか、まあ、それぐらいの納期になってるみたいですね。 ZFC の、まあ、レンズキットだとか、まあ、本体もそれぐらいみたいな、はい、感じのようなので、まあ、それでいくとね、ちょっとまだまだお時間がかかるみたいですね。はい、で、どうですかこれね、実際つけてみた見た目の部分ですね。はい、で、これね、またレンズ、北斗レンダーの、ノクトンクラシック 40mmF1.4 つけたね、状態になってますけど、そんなに悪くないですよね、これね、グリップつけたとしても。はい、で、気になってた部分で言いますと、このね、グリップのここの部分、このマウントの部分、はい、ちょっとツイッターにもアップしてますけど、ここの切り込み、マウント部分の切り込みが、マウントアダプターとかね、つける際に引っかかるんじゃないかなというふうにね、ちょっと思ってたんですけど、まあ、特にね、引っかかる様子はないですね。まあ、なので、まあ、このグリップをつけたとしても、まあ、マウントアダプターもね、まあ、問題なくつけられるかと思います。はい。まあ、なのでね、安心して、このね、グリップも購入してもいいんじゃないかなというふうに思います。はい。で、まあ、実際どうなのっていうところですよね。これね、グリップをつけて、やっぱり、ここにね、Z50 ありますけど、この Z50 のグリップと考えたら、まあ、全然やっぱり、まあ、足りないですよ。はい。まあ、なので、深くはないので、ちゃんとは、握れないんですけど、まあ、こんな感じで握るしかないんかな。やっぱね、ちょっとね、やっぱこのシャッターを押す部分だとかが、やりにくいんですよね。まあ、なのでちょっとね、落ち着かないんですよ。まあ、もう少し、本格的に撮ろうと思ったら、まあ、深いグリップの方がいいんじゃないかなというふうにも思いますし、まあ、ただね、あんまりこう、グリップが大きくなると、このね、せっかくのね、デザインが損なわれてしまうので、まあ、それもどうかなっていったところで、まあ、その辺、しっかり考えた上で、まあ、ニコンさんの方もね、このサイズにしたんだとは思いますけどね。はい。
まあかっこいいですよね。うん、特にねこのねノクトンクラシックのレンズをつけてるのもかっこいいとは思うんですけど、はい、私はねこれね気に入って使っています。はい、うんですね。まあ握りやすさについてはまあまだ若干不安な部分はありますけど、まあデザインを求めたら、まあ、これぐらいがまあちょうどいいんじゃないかなといったところです。質感だとかも、うん、しっかりこのね、黒の革の部分と、まあ、合わせてますし、まあ、統一感もしっかりできてますね。で、あとね、この裏側についても、ここまでしっかり来てますので、はい。こういったところも、まあ、ある程度ね、やっぱ考えられて作られているとは思います。はい。で、まあ、やっぱりこの辺ね、親指がかかるような、ちょっと持ちにくいけど、うん、こんな感じになるのでこの辺りもねしっかりこの開発された方もね考えて作られてるんじゃないかなというふうには思います。はい、まあでもね結構いい値段しますよねこれね。たかがこれぐらいのことなんだけど1万6000円ぐらいしたかな確かね。うん、はい、まあなので、まあ、今後ねサードパーティー製が出てくるのを、まあ、楽しみにしてはいるんですけど、まあちょっとねやっぱりもう待てないので、で今日はちょっとこう出かける用事があって、まあこれもねこのグリップも買いに行ったっていうのもあるんですけど、で今回この ZFC をね、ストラップにつけてもう斜め掛けにしてお出かけしてきました。はい、まあ、やっぱりねこういったこうコンパクトなカメラであるとまあやっぱ出かけるのも楽ですよね。はい、まあ、やっぱりフルサイズ今撮ってるねこうフルサイズのカメラで行くと結構やっぱレンズも大きいですし、まあそれで行くとねやっぱりこれぐらいのやっぱ手軽感がいいかなというふうに思います。はい、であとねそうそうそうこのね、グリップをつけた状態になると結構ね重さが重量感がね増してきますので、まあ軽すぎてっていう部分はなくなってきますね。まあなのである意味で言うと高級感が増すんじゃないかなというふうに思います。このね見た目の感じこの金属的な感じの部分においてはまあしっくりくる重さになってるんじゃないかなというふうに思います。まあ、特にねこのねノクトンクラシックのレンズ自体もまあ結構鉄の塊みたいになレンズなのでまあ重いのは重いんですけど、ほぼほぼね、フィルムカメラの、うん、状態になってるんじゃないかなといったところですかね。はい、まあとりあえずはねこのグリップを買ったよというご報告でした。はい、でまあねいろいろとこう今ねこのカメラ業界の話も、まあ、出てきてまして、まあまずね一つ挙げるとしたら、ソニーさんのね、ZV-E10 ですかね。はい、まあ、こちらのねカメラが超破格値ですよね。 ZV-E10 でレンズキットで噂によると8万9000円ということで、まあ、超破格で ZV-1 よりもまあ安いというところで、まあちょっとね強烈なカメラをねまたねソニーさん出してきましたよね。はい、でスペック的にはAPS-C センサーを、まあ、搭載した、レンズ交換式のねカメラということで、まあどう差別化していくかになるんですけど、まあ、コンパクト重視でいけば、まあ、ZV-1、まあ、コンデジであるね ZV-1 の方が、まあ、優位なのかなといったところになるんですけど、まあ、やっぱりねこだわっていくとレンズ交換式の方が良かったりだとか、で画角の部分だとかを考えると、まあ、もっと広角がいいよとかもっと望遠が取りたいよってなった時にやっぱりねレンズ交換式の、まあ、カメラである方が、まあ、いいのかなというふうに思います。はい、まあ、なのでこういったね Vlog カム、まあ、特にねでもこのコンパクトなレンズをつけていく方が、
まあ、合ってくるかとは思いますので、まあ、そういう意味では、まあ、そこまでね、この ZV-E10 に合うレンズっていうのは少ないかとは思うんですけど、まあ、なので、特にね、この ZFC だとか、あと Z50 だとかも、まだまだね、コンパクトなね、単焦点だとかが出てないので、そういう意味では、早くね、ニコンさんの方も APS-C、まあ、DX フォーマットのレンズもね、出してほしいなといったところになるかと思います。はい。まあ、28mm のね、レンズのレンズキットの方も、まあ、ちょっと今延期になってますし、まあ私はとりあえず 40mm の F2 のレンズがまあ欲しいなっていったところで、そういうちょっとまあ本当はね F1.8 とかまあそれよりもまあもっと明るいようなレンズが出てくるとねいいんですけどね、まあだからこそこのねノクトンクラシックの 40mm の F1.4 でもねこれがマニュアルレンズなんで、まあ、できたらね、またこう、オートフォーカスのついたレンズが出てくると、まあいいかなというふうには思います。まあもう本当に、だからニコンさんの方で、ぜひですね、レンズを出してほしいなといった感じになります。はい。そう。で、まあまた話ね、戻しますけど、で、この、まあ、Vlog カム、ZV-E10、まあ私も、まあ過去にね、ソニーさんのカメラ α6400 を、まあ、使ってましたし、まあ、ある程度のこう中身については、まあ、分かっている方だとは思いますけど、で、まあ、特徴的な部分で言うと、まあ、やっぱりバリアングルでちゃんとこのマイク、はい、風防のついたウィンドジャマーのついたマイクが搭載されているっていう部分と、専用のねボケ感を切り替えるモードがあったりだとか、商品紹介モードがあったりだとか、まあそういった機能が、まああるということなんですけど、まあそれに近いことはね、まあニコンのカメラでもね、まあできますので、まあ単純にその、商品レビューモードで行くと、瞳オートフォーカスのオンオフだとか、まあそういったところでの、まあ、切り替えになっているかと思うので、仕組み自体はね、まあ、単純だとは思うんですけど、それをね、ちゃんとこう専用のボタンを搭載して切り替えられるっていったところは、まあやっぱりねソニーさんならではの、まあ、特徴かなというふうに思います。であと動画のねスペック的に言いますと、結構その 4K30p がこうクロップされたりだとか、あとはやっぱり手ブレ補正、電子手ブレ補正にはなるんですけど、手ブレ補正をオンにすると結構クロップされるというところになりますので、そのあたりがね結構私はね気になるところになります。はい。まあ価格的にね、かなり安いんで、まあ買ってもいいかなっていうのは正直思いましたけど、ただその辺のね、クロップの部分がちょっと、引っかかってますね。はい。で、このね、ZFC とか Z50 に関しては、4K30p がフルフレームで撮れますので、そのあたりのね、優位性は高いと思いますし、まあもちろんね、このね、電子手ブレ補正をオンにしたら、若干ね、まあ 10% ぐらいですかね、ちょっとそこら辺ちゃんと数値はわからないですけど、クロップされるので、まあそこはね、まあ同じ条件かとは思うんですが、まあただそのクロップ率はだいぶ違うかと思いますので、まあそういったところも含めて、ニコンのカメラも私はね、おすすめしたいと思っています。ただ価格帯がね、だいぶ違いますので、まあ、この ZV-E10 の対抗にするカメラでいくと、やっぱりね、Z30 の登場がまあ必要になってくるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ Z30 もね、ファインダーがあるのかないのかっていうところもね、まだ分かってないので、はい、まあそういったところで、まあ、やっぱね、できる限りは10万以下のカメラをこう出してくれると、全体的にもね、買いやすいと思いますし、まあ導入されやすい、まあ、カメラにもなってくるかと思いますので、まあその辺ね、ニコンさんも、まあ準備は進めているかとは思うんですけど、はい、まあ、それはそれで待ち遠しいところになりますよね。はい。で、あと、Z9。ちょっとね、私は結構その Z9 の話題をね、あまり出さない、まあ、出してないんですけど、まあそれっていうのはやっぱりね、
動画ユーザーとしてはやっぱりこうプロのカメラマンが使うもうカメラだなというふうにね私はね思っていますので、ちょっとこう動画機としては一歩こう私はね引いてる状態ではあるんですよね。まあ、ただねその搭載される動画性能においては結構その私が必要としているまあ性能動画性能がまあ搭載される可能性も高いので、まあ、気にはなるんですけど、ただそのね大きいカメラってなってくると、まあ私はある程度その動画のねスペックのついたまあ Z7 とか Z6 とかその辺のね大きさぐらいの、まあ、まとまった動画機が出てくれた方が、まあ、ありがたいかなというふうに思ってるので、まあ、Z9 っていうねカメラ自体はすごくね必要なカメラだと思いますので、まあ、出てきてくれると本当に私もね、まあ、嬉しいですし、まあ、その間に入る Z8 が動画カメラであったらまあいいのかなといったところですかね。はい。で、オリンピックでね、Z9 を使ってるような噂もね、まあ出てますので、ちょっとこう、情報のね、写真があったりだとかが、まあ出始めてるので、まあそろそろ、Z9 のね、情報も出てくるんじゃないかなというふうに思います。はい。まあなので、その辺ね、また楽しみでもありますし、まあ出てきてくれて、プロ機としての最上位グレードのねカメラが登場してきて、その後動画機がね、まあ、出てきてくれたら、まあ、私はね最高に喜びますね。今ねニコンさんの動きとしては、まあ、結構やっぱりこう部品の部分だとか、あとやっぱ納期の部分っていうのは、まあ、カメラ業界的にもね、まあ、みんなどのメーカーさんもね大変だと思っていますし、やっぱりこの国内のコロナのね影響もまたねだいぶ出てきそうな雰囲気になってきてますので、その辺がねやっぱり気になるところではあるんですけど、まあ私もやっぱり仕事の影響が出てくるのかなっていうね不安もまあ抱えつつ、まあ私は私なりにちょっと動いていくしかないのかなというふうには思っていますけど、あとね、ニコンさんの情報でいくと Z5 のまあ、キャンペーンがあるよといったところで、明日からかな、まあ、今撮ってるのが、ね、29日、もう日付が変わったから、まあ30日にまあなりましたけど、またねちょっとスマホ片手に失礼しますけど、はい。でまずねこの Z5 キャッシュバックキャンペーンということで、まあ、最大3万円のキャッシュバックということですね。でキャンペーンの期間が7月30日から10月4日までということで、はい。まあ、このね、この間に Z5 を購入された方を対象に、まあ、このね、キャッシュバックが行われるよということになります。はい。で、応募締め切りが10月22日ということなので、まあ、この辺ね、またそのコロナの影響でまた変わってくるかもしれないんですけど、まあ、ここね、お間違いなく、はい、キャッシュバック受けられる状態で、購入の方をお願いします。はい。で、まあ、内容としましては、はい、ここのね、Z5 で Z5 の24200のレンズキットが、まあ、3万円ということですね。はい。で続いて、Z5 の24500のレンズキットが2万5000円ということですね。で Z5-2470 の限定セット、これまだまだ売れ残ってるんですかね。はい。こちらが2万円のキャッシュバックということですね。でボディ単体でも2万円ということになってますので、まあ、Z5 のね、価格帯からすると、まあまあ、まあこれまで同様、大きい金額のキャッシュバックになってるんじゃないかなというふうに思います。はい。まあ、残念なのが、まあそれ以外のね、キャッシュバックがないといったところになるので、まあ Z7-2 だとか Z6-2 だとか、まあレンズのね、キャッシュバックがあったらなぁとは思うんですけど、まあやっぱり、まあ今のね、多分、その在庫状況だとかを含めて、まあ今 Z5 ぐらいしかキャンペーンちょっとね打てないんじゃないかなといったところですかね。はい。もう本当に今レンズもカメラもねなかなかこう供給が追いつかない状況になっているかと思いますので、まあ、その辺ね、気になりますよね。はい。まあいろいろとこう業界的に動きがありますし、でまあオリンピックもね
まあ、本当にこういったコロナ禍ではありますけど、まあ、メダルラッシュということで、いろいろとね、コロナで中止を求める方だとかがいたりだとか、まあ、しましたけど、まあ、やってみればやっぱりね、まあ、出るね選手の方々は別に罪はないですし、はい、まあ、それはそれで、まあ、私もね応援してますし、力をね与えてもらっている部分もありますし、はい、まあ、楽しみのね一つでもありますので、まあ、そういったところでこうオリンピックを見ている中で、結構ねあのキヤノンさんのね CM を見かけるんですよね。はい、まあかなりそこはねキヤノンさん力入れてるなっていう部分と、まあ、あとはそのカメラマンさんたちのね、使ってるカメラが7割ぐらいでしたっけがキヤノンのカメラ使ってたりだとか、で次がニコンの、まあ、カメラだとかでソニーが使われてたりだとかで、結構まだねやっぱりレフ機の方が、まあ、ああいったスポーツのシーンではまだまだ根強い人気というか、もう使われてる感じですよね。まあ私はねミラーレス派なので、まあその辺ちょっとわからないですけど、まだまだやっぱりその海外の需要も含めてレフ機をね求められてる部分もありますので、ミラーレスにシフトしていくのはまあいいとは思うんですけど、転換期と言いますか、まあ次のこのねオリンピックの時はミラーレスの方が増えているのかどうなのか、はい、そういったところもねいろんな見方をすると面白いのかなというふうに思います。まあざっとそんなところですかね今回は。まあいろいろとこう今ね作例を取っていきたいっていう思いもありますので、まあ、特にこの ZFC のね、まあ、魅力をもっとね伝えたいと思ってますので、このねちょっと一時この ZFC での作例を取っていきたいっていうふうに思っています。あとねちょっとあの別件なんですけど、ちょっと気になることがまあありまして、このね、この CF エクスプレスカード、はい、こちらね私 XQD カードからまあ乗り換えたんですけど、これねこれめちゃくちゃ熱持ちませんか。そうね、私だけなのかどうなのか、ちょっとね特にこの時期 CF エクスプレスカードをこう入れて、特に動画 4K をね撮るときっていうのはすぐ熱くなるんですよ。このね、まあ、カードが熱くなったっていうね警告がすぐ出てきたりだとか、結構ね多分15分とか回すだけでもこれ出てくるんですよ。でこれまでねあの XQD カードでそういう経験はなかったので、ちょっとね動画ユーザーとしてはおすすめじゃないかもしれないです。はい、ちょっとだからね今悩ましいんですよ。 XQD カードに戻した方がいいのかで、今ねダブルスロットになってますので、もう SD カードを優先して使った方がいいのかなっていうふうにもね、まあ、思っているので、特にあの SD カードの方が全然ね熱を持たないので、まあ、動画としては SD カードの方がねいいんじゃないかなというふうにも思っています。はい、ちょっとね本当にこれめちゃくちゃ熱持つんですよ。これ持たないですか。ちょっとこれ本当に深刻な悩みで、はい、これにしたのは良かったんですけど、めちゃくちゃ熱くなるんで、であとこのねパソコンにデータ入れるときも CF エクスプレスカードのリーダーの方もめちゃくちゃ熱くなるんですよね。だなのでこのね CF エクスプレスカードの、まあ、仕様がそうなのか、熱が持ちやすいのか、このやっぱ速度を出すためにどうしてもそうなってしまうのか、この辺がねすごいちょっと私は気になっているポイントになっているので、これ使うから熱停止がね起きやすいんじゃないかなっていうのもね、まあ、思ったりもするので、まあ、カメラすぐ熱くなってしまいますし、これ使うとちょっと悩んでるんで、まあ同じね現象が起きている方はまあぜひコメント欄でね教えてください。そう、これをね導入したはいいけど、ちょっとその悩みにはい合ってまして、またどうした方がいいのか、まあ、だからこそね今ね SD カードで撮ったりとかを、まあ、しているんですけど、悩ましいですね。
高いカードですからね、これね、本当に。はい。まあ、ちょっとあの最後はね、逆に皆さんにね、質問する形で終わっちゃいますけど、もう本当こう深刻な私もね悩みなので、ぜひ教えてください。はい、ということでですね、まあ、今回はいろいろと雑談、最近のねカメラの情報ということで、まあ緩い感じでお話しさせていただきましたけど、まあなかなかなんかね、私的にはねカメラ業界も活気が出てきているなっていうね印象もありますので、まあ、楽しみでもありますし、まあ、こういったこうコロナ禍ではありますが、またこう新しいね、カメラの登場も、まあ、待ち遠しいですし、いろいろとこう新しいものがねどんどん出てくるっていうのはユーザーとしてもねいろいろと楽しみな部分も出てきますし、まあ、あとはやっぱりねみんな期待しているのは望遠レンズとかですかね。ニコンのレンズに関してで言うと、まあ、早いところ望遠レンズもね、まあ、出てきたら、まあ、野鳥を撮る方だとか、いろいろと、まあ、飛行機撮る方だとか、まあ、私もね使っていきたいと思いますので、まあ、その辺ねまたニコンさんよろしくお願いします。はい、ということでね最後までご視聴ありがとうございました。またね次回以降の動画もご覧いただけたらなというふうに思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。